朝起きたら携帯ってチャックしたいですよね。朝起きて5分以内に携帯をチャックしちゃう人っていないでしょうか。Thank you so much for checking out this video. いや本当に朝起きると携帯チェックしたくなりますよね。でも実は朝起きたら携帯チェックしない方がいいっていうの知ってましたか？ね、そもそもなんで朝起きると携帯をチェックしたくなるんだろう。ね、本当に多い人はもう朝起きた瞬間に携帯を見るっていう習慣になっている人も多いと思うんですね。なんでだろう。ね、やっぱりドーパミンですよね。ドーパミン、ね、何が起こるのかわからないっていう時に流れる脳のホルモンなんですよ。ね、これよく Facebook とか Instagram もね、本当に、まあ、うまくね Facebook をやるとドーパミンが流れてきますよね。 Facebook 開いたらなんかいいこと、いいねがいっぱいついてるかもしれない、ね、インスタを開いたらいいねがついてるかも、この写真を出したらどうなるんだろうって、もう本当にねその Facebook、Instagram がドーパミンをどのぐらい研究しているのか、でそのデータはもう本当にぜひ YouTube とかでねもうデータが明らかになってるんですけど、まあ、Facebook のマーケティングがドーパミンがどのぐらい関係しているのかっていう出てるビデオはもう本当に山ほどあるんですけれども、ポイントはですね、ね、実はこの朝の習慣として携帯を見るとき、別のことをやると実はもっと幸せのホルモンが流れるんですね。でそれは朝ちょっとしたストレッチをする、深呼吸する、運動をする、そのような別に本当に実際に幸せのホルモンが流れていくことなんですよね。ちょっと論理的に考えましょうよ、ね、朝起きて、ね、ドーパミン何が起こってるのかってワクワク感ですよね。やっぱワクワクは素晴らしいですよ。ドーパミンはすごいホルモンで幸せになりたい、ね、このワクワク感でも正直言って朝携帯開いていいことのいいニュースがあったっていうことってありますか？ないですよね。ね、でいやでもクリスちょっと待って、なんか大変なことが起きてるかもよ、仕事でなんか火ついてることがあるかも。いやじゃあそれってグッドニュースじゃなくてバッドニュースですよね。朝起きた瞬間に自分のバッドニュースを受け取る生活で生きていくのか、それもちょっと違いますよね。じゃあ別にいやニュースなんか大変なことが起きたかもしれませんよ。面白いんですよ。本当に何かが起きてたら誰かが必ずテレビとか新聞とかどっかで見てあなたに教えてくれます。なので論理的に考えると朝起きた瞬間に携帯を見なくてもいいっていうことが明らかになると思うんですよね。でもなんで見ちゃうのっていうと、このホルモンでワクワク感を感じるドーパミンなんですよ。で僕がちょっとおすすめしたいことは、携帯を見るんじゃなくてぜひですね、その代わり携帯を見て見よそうになったなって言ったら自分を止めてちょっと笑顔で手を自分の心のところに持ってきてスマイルして、ね、今日もありがとうって一言言ってみてください。でその時に何が起こるかっていうと、もちろんドーパミンも流れます。で他にはオクシトニン、オクシトニンっていうこの愛のホルモンが流れてきます。そう、タッチ、体を触ると本当にこのホルモンが流れてるんですよね。一番早く幸せを感じたいっていう人はぜひ自分の家族を触る、自分の恋人、ラバーとか自分の子供をハグするとか、そういうふうにやると本当にこの幸せ、オクシトニンっていうのがもう本当に科学的に証明されてます。流れます。幸せを感じます。で最後にこのエンドルフィンという幸せ感も流れる、この3つの、 あの天使のカクテル、天使のホルモンと言われてるんですけど、それが流れますので、ぜひ本当に朝起きて携帯見ようかなっていう時、そのドーパミンワクワクが流れてる時、ね、そのエネルギーをぜひ自分の手をハートの上に置いて本当に1分間笑顔でいて自分に優しく声をかけるっていうことに使ってみてください。本当にこれを続けると驚くほど効果が出ますよ。 Thank you so much for checking out the video and I'll see you in the next video.